こんにちは。こんにちは。今ポテトのおもちゃを持ってますね。歯が生えてきまして、下の歯2本で奥歯も結構白いのが見えてきてるんですけれども、やっぱりね、こう生えてくると痒くなってくるのか、こういう何かを噛みたいっていう感じになるんですね。だから今は先の尖ってないおもちゃを持ってたりしますね。今はこうやって平和に元気に動画を撮ることができてるんですけれども、去年の年末それから4月結構我が家は病気と風邪にやられました。まずですね、12月に息子が手足口病になりまして、お兄ちゃん大変だったよね。手足口病って夏に流行る病気みたいなんですね。それが冬に来まして、しかも去年は夏に1回かかってるんですよ。それなのにまたもう1回、1年に2回手足口病にね、お兄ちゃんかかっちゃったよね。もともと保育園で何人か出ていたんですけれども、小児科の先生はびっくりしてましたね。今って言って、近くにそういう子いるって聞かれたんで、あ、保育園で出てますって言ったら、流行の感じが変わってきてると、今まで夏に流行るとか、そういう風に冬に流行るとか、そういう病気もコロナの流行によってやっぱそこがね、結構崩れてきてるそうなんですよね。型が違うからそうやって何回かかかっちゃうそうなんですよ。今回の手足口病はですね、かなり口の中にできるのが多いみたいで、1回目のその夏にかかった時はそんなに何か飲み込むのが辛くって全然ご飯が食べられないみたいな日は1日ぐらいしかなかったんですね。すぐに食べる方は大丈夫で、でも手と足にはバーッといっぱい発疹ができてっていう感じでした。今回はですね、熱は本当にもう1日ですぐ下がったんですけれども、喉がその後たくさん口の中にね、できていて喉を通らないみたいな感じになっちゃいまして、ご飯をね、食べるのが全然ダメでした。飲み物も飲み込めないから、喉は渇いてるんだけど OS1 とかを飲むと、飲み込む時にもう痛い痛い痛いって言うんですよ。で、それがもう本当にかわいそうで、見ててこっちが辛かったです。飲み込むのが痛くて怖くなっちゃってるので、お粥とかを出してももう嫌がるんですよね、怖いから。それが見てて本当に辛くて、ずっと泣いてましたね。3日間ぐらいはほぼ何も食べてないです。なんとかゼリーは食べられたので、冷たくしたゼリーとか、先生はアイスクリームもいいって言いましたね。アイスクリームのこうちょっとドロドロに溶かしたもの、それでもいいですと。前に別の風邪をひいた時は甘いものはちょっとやめてくださいと、お腹の風邪だったと思うんですけど、なんかその時にやめてくださいって言われたんですけど、手足口病の時は甘いものでも大丈夫だから食べやすいものをあげてくださいと。プリンを今まであまり食べさせたことなかったんですけれども、プリンもいいって言われたので出してみたら、もうその美味しさに気づいてしまってですね、喉が痛いけれどもプリンの美味しくてしょうがないから、それを食べてましたね。プリンとゼリー、それから OS1 のゼリーもそこにちょっと混ぜ込んだりして食べさせてました。それのみっていうのがやっぱり3日とか続いて、4日ぐらい続いたかな。なかなかね、食べられなかったですね。発疹がそこまで出なかったんですよ。1回目の時は足の裏とかだけじゃなくって、膝とか太ももとかふくらはぎとかいっぱい出たんですね。今回も範囲は広かったんですけど、お尻とかにも出たので、出る発疹の大きさとかも今回はすごく小さかったです。前回は結構ね、こう楕円形大きくなっててちょっとプクッとしてたんですけど、今回は小さい発疹が出るっていう感じだったので、手足口病でもいろいろ違いがあるんだなっていうのは今回初めて知りましたね。手足口病が終わったと思ったら、今度胃腸炎、これも保育園で流行っていたものなんですけれども、夜中に突然吐きました。急に咳込んで、泣きながらむくって起き上がって座ったそうなんですね。咳込んで吐いちゃって、夫が一緒に寝ているので、一番最初にね、吐いたものの処理とかはまさかね、その日に吐くと思ってなかったから、その周りに何も拭くものとかがなくて、そこからもう慌てて、まあ、洗面所とかにね、タオルを取りに行ったりとかしたそうなんですけども、洗面所でこう洗うために連れて行ってる間にも吐いちゃったりとかして、リビングでも吐いて、その時に私もこう起きてきたんですけれども、夜中2回入って、熱は確か38度ちょいぐらいまで出て、でもまたそれも1日で下がって、
って同時に受診もしているので先生に聞いたらそれだけ吐いてたら飲ませないでって言われて、で吐いた直後とかは何も飲ませないでって言われたんですけど、受診する直前に飲ませてしまいまして水分を取らせちゃってて、今度病院から帰ってきたらやっぱりそれも吐いたんですね。本当にちょっとずつちょっとずつじゃないとダメなのにちょっとそれを知らなくて急にガバッと飲ませちゃったんでそれも吐いちゃいました。そこからは OS1 に変えて、 OS1 をほんと少しずつ欲しがるんですけれどもちょっとで我慢してもらって、それをできるだけ回数をこう多めに上げてました。胃腸炎は特に、移らないように気をつけてと言われたんですが、2日後ぐらいにパパがなりました。パパは下痢だったんですけれども、下痢プラス頭痛とそれから発熱、丸一日全身の痛みもあって、で寝込んでました。パパが寝込むと私がまあワンオペになるわけですよね。その大変さがまああったんですが、その時私は全然ピンピンしてたのでよかった映らなくてと思って、この子にもね映ってなかったからよかったって油断していたら、またその2日後に私が、夜中吐きまして、やっぱり映ったなと。その時に心配だったのはね、この子に映らないかっていうことなんですよね。私が一緒に寝てますし、本当にあの菌って強いっていうので母乳も大丈夫なのかなと思ったんですが、それは飲ませて大丈夫と先生に言われたので授乳は、ずっとしてました。ただこう一緒に寝る時とか一緒にいる時とかは常にマスクをして、自分が吐いてしまった時も夜中だったんですが、トイレで吐いたんですけど、その菌がこう自分の口の周りとか服とかにもついているかもしれないから、全部着替えて顔とかも洗って歯磨きもしてまた寝室に戻るっていう感じにしました。最終的にこの子にだけ移らず済みましたけれども、やっぱりねこの一人かかると一家全滅っていうのはあり得る病気なんだなと実感しましたね。本当にしんどいですね。私も吐いた次の日は丸一日全然体が動きませんでした。節々が痛くて頭も痛くて熱も出て、ただ次の日にはねなんか嘘みたいに治るんですよね。そこがこう短く済んでよかったっていうのもあるんですが、胃腸炎とかね手足口病ってそれこそこう何か予防接種みたいなものがあるといいのになっていつも思います。皆さんのところはどうでしょうか。何かこう映らないようにする対策とか、普通の風邪でもね大体私も夫ももらってしまうので、そういう対策って何かしてらっしゃるでしょうか。子供が風邪をひくっていうのはもう避けられないことなので、それをこう家族みんなに回さないっていうのを次こそは、今年こそはきちんとやりたいなと思います。マスク、手洗い、うがい以外にも何かこう対策っていうのはないか考えてみようと思いますので、またこちらで報告させていただきます。無事にこの子は7ヶ月風邪や病気せずにですね元気に過ごしております。この子も保育園が始まったらやっぱりね風邪とかは避けられないことだと思いますけれども、しっかりその時はね家族で力を合わせて頑張ろうね。そんな感じで大変な年末年始だったんですが、今年はできるだけ家族みんな健康で風邪も少なく過ごしたいなと思います。まだまだ寒いですので皆さんもお気をつけてください。ではまた次の動画を楽しみにしていてください。さようなら。